質疑限界。血経限界は、漫画、ナルトナルトに登場する架空の能力である。本校には、質疑限界の、さらなる上位となる血刑等達、そのまた上位となる血刑網羅についても記述する。遺伝によってのみ伝えられる、特殊な能力、または体質。基本的には、血族内で受け継がれるものであるが、覚醒するかどうかは、個々の素質による。また、 本来資格のないものが特殊な処置により、能力を得る場合もあるが、拒絶反応などの負担も抱えることになる。ただしこれらは、写し輪顔やキトンのように発動の土に術者に負担がかかったり発動に得な条件が必要という点が、大きく、性質変化を同時に行う能力に限り、丹田あるいは研究により習得が可能な例もある。四代目風影の、ジトンや三代目土影。 大の木のゴミトンなど。作中では、質疑限界として、内シリンガン、白岩のような瞳術から、キトン、狂トンのような複数の性質変化を一度に行う、能力まで幅広い能力が登場する。質疑限界の一族は、その強さから戦力として徴用されるか、恐れられ迫害されるかの両極端な運命をたどる、ことが多かったことが劇中で語られている。 特殊な眼球とそれを利用した忍術、瞳術を指し、内視輪眼、白眼、輪寝眼の三つに関しては三大瞳術とも呼称される。開眼するのは特定の血脈につながる忍ぶのみ。眼球を移植した場合でも対応する術は使用できるが、チャクラの消耗などリスクが増加する。その力の強さや宿すチャクラが瞳力、道りよ。 くという独自の基準で表現されている。三つの瞳術の源流はすべて大津月家具屋にあり、これらは第一部のカかしの弁によると、うつシリンガンの源流は白眼という形で伝わっていたようである。大津月は羽ろも、大津月インドラ、うちは一族、畑カカシ、志村団蔵、うちは真。うちは一族の秩序宴会。海岸の条件は、うちは、 一族の者が大きな愛の喪失や自分自身の失意にもがき苦しんだ時であるとされる。その結果として脳内に特殊なチャクラが吹き出し、視神経に反応して目に変化が現れ映し輪眼になる。開眼すると、質疑限界を除く体術、現術、忍術の仕組みを看破でき、視認することでその技をコピーし、自分の技として使うことができる。また、 状態視力も飛躍的に向上し、高速で動く物体にも対応することができる。さらに、チャクラの流れを形として視認し、性質を色で見分けることも可能で、分身と本体を識別できる。使用時は瞳に、マガタマ模様が浮かび、赤く光って見える。瞳の文様は、海岸時は一つであるが、海岸者が成長すると、最終的には三つに変化し、この状態で、 写し輪顔は完全なものとなる。また、写し輪顔は左右揃って初めて本来の力が出せるとされる。開眼した初期の能力はズバ抜けて高い動体視力、動察眼のみであるが、術者が成長するにつれて多くの能力を有するようになる。瞳力は使用者によって個人差が大きく、開眼して間もない未熟なものが無理に力を引き出そうと、 するとすぐにスタミナ切れを起こしてしまう。相手に現実を見せる、現実眼、相手に、催眠術をかける、催眠眼など、数多くの特殊な能力を持つ。また、これを利用した裏技として、うつし輪眼の所持者同士が、現実にかけられた場合、互いに、うつし輪眼で現実を上書きして逃れる方法があるう。うちは、一族以外のものに移植された場合、 うつシリンガンの状態が常に維持され、解除不能になるとされるが、劇中でこのケースを確認できるのが、カかしのみであるため詳細は不明。上位種として、うつシリンガンを持つ者が、目の前で自身よりも大切な人の死を体験したときに、開眼する万華鏡うつシリンガンが存在する。大津月一族、日向一族、渦巻ま回り、小日向向い。 日向一族の秩序宴会。作中に登場する日向一族のほぼ全員が海岸している。発動時は米紙に血管が浮き出る。第二胸骨の真後ろ以外のほぼ全方向を見渡す。視野、数キロメートル先を見通す視力、物体の透視能力に長けている。瞳力が強ければ、天穴を含めた軽落系のすべてを見通すことができる。 個人レベルのチャクラの性質も見分けることが可能で、チャクラの乱れから現実による洗脳を見破ることができる。このため、洞察力なら、写しリンガンをも上回るとされる。ただし、術者のチャクラが均等に分散される影分身の本体を感破することはできない。白眼を酷使すると大きく消耗し、1メートル以内の物体もまともに判別できないほど視力が低下する。 一時的なもので休息してチャクラを練れば回復する。また、日向の桃園などで直径から外れているか、別の地が濃い場合は片目に飲み海岸する。写し輪岩と異なり移植によるリスクなどは特に存在しない。そのため、白岩の流出を防ぐために、分家のものは籠の中の鳥を意味する呪い印を額に刻まれ、死亡した際に白目を封印される。 霧隠れの里の忍である青は、かつての日向一族との戦利品として所持している。その源流は、地球外の存在である、大津月一族にあり、日向一族は大津月羽村の末裔にあたること、特定条件を満たすことによって、次の段階である、天章岩に至ることが劇場版、テーラストにて明かされた。内輪岩や、皇術の輪猫岩のような外界に影響を及ぼす。 タグの術は一切確認されていない。そのため、本校では、白眼の併用を前提とした日向流の体術、柔らけんの技を記述する。大津月一族、内はまだら、内は、帯びと、内は、さすけ、長と。三大瞳術の中では最も崇高にして、最強の瞳術とされ、内林眼が最終的にたどり着く、究極形である。 リンネガンを海岸したのは、実質的に、カグやハゴロモ、マダラ、サスケのみで、長ガとオビトのリンネガンは、マダラのそれを移植されたものである。リンネガンを持つ者は、陸道と呼ばれ、オビトいわく、内輪と、千住両方の力を持つ者という意味であるとのこと。リンネンを持つ者は、創造神とも、破壊神とも言われ、忍びの始祖である、陸道仙人が最初に海岸し、 伝説上の目と言われていた。その人魅力は、万華鏡を打つシリンガンですら解読不可能な内輪の、秘文を解読してしまうほど、海岸条件については、謎が多く、劇中でも、世が乱れる時に現れるという伝承や、かかしの述べた、突然変異の一つという説が語られていた。終盤で判明した、海岸の条件は、永遠の万華鏡を打つシリンガンを海岸した、インドラの伝承者が、 マシュラの転生者のチャクラを何らかの形で取り込むというもの。長とは幼少期にマダラの目を移植されており、両親の死を引き金にリンネガンとして海岸。彼の死後は、お人が左目を自らに移植した。本物のうちは、マダラは、弟のイズナから万華鏡を移しシリンガンを移植したことで永遠の万華鏡を移しシリンガンを得て、初代火影柱間と激闘を繰り広げた後、 入手した柱間の細胞を利用することで死亡する直前に永遠の万華鏡を打つシリンガンからリンネガンへと海岸させている。サスケは陸道仙人から陸道の影の力をもらい左目のみに海岸している。しかしサスケの瞳は正確にはリンネ打つシリンガンである。リンネガンの状態になると特有の能力を得られる代わり、打つシリンガンとしての能力は基本の動体視力や 現実も含めすべて使用不能になる。内輪のケチ脈に宿るスサノオカは例外だが、陸道の術が使えなくなる。人柱力のペイン陸道は、右目の写し輪眼で動きを見切って、左目の輪廻眼で共有という連携を使用した。一方で、すべての性質変化を操ることが可能であるほか、地獄道、楽器道、畜生道、修羅道、人間道、 天と下道の七つの能力を使いこなすことができる陸道の術。また、リンネガンを海岸すると固有の瞳術を得られるが、使用できるのは海岸者のみであり、移植されたものではそれを扱えない。さらに、分身の術を使用しても、その分身ではリンネガンを使うことはできない。マダラガキトン分身を使用したサイの分身体は万華鏡を打つシリンガンのままであった。 リンネガンは、生身の肉体でないとその効果を最大限発揮することが不可能であり、江戸天章の状態ではリンネガンの下道の能力や固有の瞳術は使用できない。地の池一族、小説、サスキ神殿に登場。かつて雲がれに住んでいた地の池一族に伝わる、地次限界。血液や血中の鉄分をコントロールする能力。 発動すると眼球そのものが真っ赤に染まり、血類を流す。万華鏡を打つシリンガンに匹敵する現実を操るほか、光線を介しての情報収集が可能。また、術者のチャクラを流し込んだ対象の生物を生体爆弾に変えるが存在する。大津月トネリ、大津月ハムラ、ザラスト、ナルトザムービーマイナスに登場。白目が最終的にたどり着く。 第四の瞳術。日向宗家の白眼、イコールただし、主因で縛られていると海岸できない模様を持つ者が、劇中では無限の愛を持った時に、正確な海岸条件は不明。移植はできる模様を海岸する。劇中では、花火の白目を奪ったトネリが海岸したが、海岸条件は映画では不明。ひらめきがかかった水色の瞳に、万華鏡を打つシリンガンを思わせる模様ができ。 中央に動向を思わせる黒い点が特徴で、陸道戦術に似た力を発揮できる。死の深いの推しでこの目の存在を知る者は絶無に等しく、輪ネガン以上に謎が多い。また、無数の白目の集合体であるエネルギー体のものも存在する。双方に共通する特徴は大津月羽村の直径の子孫、もしくは羽村のチャクラを所持していなければ、ダメージを与えられない。 それどころか触れた瞬間にチャクラをすべて吸収されてしまうという特徴がある。作中渦巻ルトはある人物からハムラのチャクラを分けてもらっており、エネルギー体の天照岩の破壊、天照岩を開眼した大津月とネディとの戦いに勝利している。エネルギー体の天照岩はかつて月に移り住んだ後にハムラが開眼した天照岩を格としており、その瞳力は 瞳術の転生岩や輪ガンすら超えていると思われる描写もある。渦巻きボルト、ボルトボルト、ナルトネクストジェネレーションズマイナスに登場。大突きトネリが神々の天下りを恐れ、その希望としてボルトに密かにチャクラを与え、開眼させた瞳術。そのため、海岸者であるボルトを含む他の人物はこの術について認識していない。トネリは、 ボルトの夢を通して語りかけ、清志丸のことを自覚させたが、ボルト自身はこれを白目だと思い込んでいる。任意制御は不可能であり、一定条件下で右目にのみ、自動的に発動する。軽落系の死人や投資など、基本的な能力は白眼に近いが別物であり、白目の部分が黒く染まり、瞳が青白く変色、発光する。また、見える対象は、 異界の存在に由来するチャクラに限られる。青年時には、くさび、カーマと共に制御できている模様。質疑限界によって二つの性質変化を一度に合わせ、新たな性質を作り出す能力が存在する。三つを合わせる場合は、質疑儀桃と呼ばれ、五代目水影、テルミ名は三つの性質変化から二つの質疑限界を操る。なお、用いられる。 性質変化については、本編で明言されたキトンと、ヒョウトン以外は使用する術の性質変化などから推測したものである。ヒョウトンは、水トンと、風、トンを同時に発動し、組み合わせた忍術であり、白などの雪一族が使用していた。劇場版なるとなると大活劇。雪姫忍法帳だってばよ。にもヒョウトン忍術が登場するが、かかしに、コピーされる。 水トンとツチトンと、ヒトンの性質を持つチャクラを組み合わせて使用する。千獣一族の実技限界とされているが、作中では、千獣柱間以外に、先天的な使用者は存在せず、実質柱間の固有の術となっている。ヤマトがキトン系の術の使用を可能にしているのは、オロチマルの実験により、初代ホカゲ、千獣柱間の細胞を埋め込まれて育てられた。 実験体であるためである。ダンゾウもオロチマルとの接触によって、初代ホカゲの細胞を自身に埋め込んでおり、使用を可能にしている。しかし、この方法での使用には相応のリスクもあり、柱間細胞への支配力が落ちた場合は細胞に肉体を乗っ取られる危険性がある。アニメでは、キトンを復活させる実験により、多くの死者を出したため禁術に指定された。また、 この力が結果的に第四次を死海大戦を死闘に発展させた経緯から七代目、ホカゲ、ナルトの時代では研究そのものが改めて禁止となっている。なお、マダラも初代ホカゲとの戦いで腕の肉を食いちぎり細胞を手に入れ、それを自身の傷口に移植して力の一部を手に入れている。印は最後に身の印が多い。 関連性は不明だが強い生命力を持つキュービチャクラに反応し、発生した樹木が活性化されている描写がある。消えない、黒煙を発生させ操る術。万華鏡を打つシリンガンによる窒銀宴会。土トンとカトンを組み合わせた忍術。溶岩、ゴム、石灰を操る。強い酸性を有する粘質の液体を操る忍術。水トンとカトンを組み合わせ。 蒸気や酸を操る忍術。水ンと大ンを組み合わせた忍術。劇場版なるとなると、疾風伝尾の意志を継ぐ者にも登場するが、ダルイと同血族がターゲットとなったかは不明。当時の原作で、嵐ンは未登場。爆発を発生させる。デイダラが使っていた起爆粘土は岩隠れの近術。 風トンとカトンを組み合わせ高熱を操る忍術。風トンとライトンの組み合わせで磁力を操る忍術。使い手は主に手持ちの金属製の武器、砂鉄、砂金、手裏剣などに磁力をまとわせ、自在に操る。サソリは、質疑限界を継承しているわけではなく、三代目風影の区物を通して使用する。砂隠れの三代目風影が己の体質から、 編み出した術で、四代目風影がこれを鍛錬で身につけたほか、雲隠れのトロイも使用する。また我が愛らも使用可能だが、これを活かした術などは開発していない。次世代編では、新規がこの術を使用する。アニメオリジナルの水晶を使用した術。地中、または空気中のあらゆる物質を水晶に変換でき、周りは材料で満たされているといっても、 過言ではない。ただし、チャクラまでは結晶化できない模様。また、アキラトンに関連した術や攻撃を受けると、体内の細胞、血液さえも結晶に変わる。かつて雲隠れの里の忍ぶが被害を受け、一つの村が一世で壊滅したと言われており、それ以降は単なる噂とされていた。色は、ローズクオーツに近い。 現実の推奨と同じく分子レベルで結合しているモースコードでは最高を10とすると7であるため破壊するには相当な威力が必要とされる。カかしの写し輪眼でコピーできないことから質疑限界の一種といえる。公主双方において非常に高い能力を示すが耐性を持つため効かない相手も存在する。 チャクラの極端に高い賛美や、術への耐性を得た宿り機械虫や、チャクラで体を追った日向など。一目子、劇場版なるとなると、疾風伝美の意志を継ぐものに登場。体を鋼のように硬化させ、刀などの攻撃を無効とする。また、我がアイラヒデンにも登場し、こちらはチャクラを鉄に変換して使用するすべ。 一目子、劇場版なるとなると、疾風伝尾の意思を継ぐ者に登場。超高速での移動を可能とする。劇場版なるとなると、疾風伝尾の意思を継ぐ者に登場。敵のチャクラの吸収と解放を行う。小説、暁秘伝に登場。水遁と土遁を組み合わせた術。この組み合わせで生じる本来の性質変化。継承した一族は不明だが、 キトンと同じ組み合わせでありながら違う術であることを、理由に迫害されていた模様。この術が生み出す泥は熱に強く、後に、花坂の陶磁器を焼くために使われている。小説、サスキ神殿に登場。暴風を操る忍術。風トンの系統と思われる。血系統太とは、質疑限界の上位に位置する、三つの性質変化を一度に、合わせる。 超高等能力で、オシ史上二人の使用者しか認知していないほどの希少な能力である。自然発生ではなく、無が研究の末に開発したもの。一度に、風トン、土トン、火トンの三つの性質を合わせる、チツギト等タ。もともとは二代目土影、無が開発、使用しており、三代目土影、大野木は、無から教わることで得,得している。なお、 分裂の術を使用すると、ゴミトンを使用できなくなる。すべての人術を無にする恩苗とのベースにした術、とされる。作中では黒、絶が風、火、土、雷、水、影、すべての性質変化を組み合わせたと語っており、いわば、八つ目の性質変化とも言える。ヒルゼンは、質疑等多のさらに上と分析した。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。